河野さんは、東大を卒業しても勉強を続けるのはなぜですかそれと河野さんはなぜそんな勉強に対するモチベーションが高いのですかえ、勉強はね、えー、どんだけやっても終わることはないですよね。世の中っていうのは。あの何、ー、なんていうの例えば、僕司法試験受かりましたけど、まあ、司法試験にね、出る科目なんてまず高が知れてるっていうのも、あ、法律の世界にですね。しかも、最、最近ではないけど、まあ、民法とかのね、えー、僕が受けた後に改正されたので、まあ、いろいろ変わったんですよ。あ、こういうね、えー、判例上のものが条文化されたんだな、とかね。まあ、いろいろ 変わってる部分もあってまあ医学だってそうなんですよね。その医学っていうのは覚えた後にまあいろんなね。論文っていうのが日々ねどん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 出ていくので、それをフォローしていかないと。まあね。全然勉強したことと違うものがあってっていうこともあります。しま、基本的には勉強っていうのはまあ尽きるものはないんですよ。で、まあその世界を知っていくっていうのは単純に楽しいっていうこともあります。しこれこういうことを学ばないといけないな。っていうものに対してはどん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 学んでいくっていう。まあ、それをしてたら別に終わることはないですね。興味。を 思ったことを勉強してっていう。で、まあ、勉強に対するモチベーションが高いのは、シンプルに勉強すると楽しい。楽しいし、自分の役に立ってるわけだから、一石二鳥なんですよね。なんか、その、例えば、楽しいだけだったら、やってる中で、本当にこれでいいのかっていう罪悪感が生まれるし、その役に立つけど楽しくなかったら、単純に苦行じゃないですか。で、それが両輪がね、しっかりと回ってるから、噛み合ってるから、まあ、その、全然いける。みたいな感じですね。はい。はい。あの、ぜひ、これを機にチャンネル登録もお願いします。